All right, ready to go? It's time for Lazy Days one more time. All right, 今日はね、なんか最近テキサスのことよく話してるから、テキサスの思い出をちょっと話そうかと思って。All right, Texas, Texas, Texas.俺たち初めてあの、ね、テキサスで6年生、小学6年生だけどさ、うちの母が日本人だからあんまり日本人いなかったんだよね。だってうちに来る俺の友達なんか、俺の母のことを、おい、お前んちのメイドさんどっから来てんのって言われたり、まさかお母さんがアジア人誰も思ってないんだよね。そしてあの、でみんなさ、なんでお前のメイドさんどっか来てんのかって言われてさ、日本人いないからね。である日俺たちテキサスってすごい自然のとこがたくさん残ってるのね。そしてこれのこと言ってきたんだ。Happy birthday! Happy birthday! Yeah! All right, all right. これ恐竜の足跡が川の岩の上に見えるとこあるのね。だから昔恐竜が歩いてて跡を残して、それがきっと洪水があって水が上に乗っちゃって、でそのまま残っちゃって、だから石の中にこうやって足跡があって、で恐竜ではこんな大きい足跡だよ。でそこをあるって聞いたから、俺たち家族で車で行ったんだよ。そしたらすごい田舎で、なんかさ、恐竜の足跡だから公園になってると思うじゃん。全然関係なくて、ある親父が自分の牧場でそれを見つけたから、それを自分で個人の公園みたいにやってるのね。だからその山道こうやって行くと牧場の入り口があって、特にテキサスね、こうやって門があって、上にやって角がこうやってついてたりさ、そこ行って入るとおじさんがこんな葉巻吸ってさ、こうやってこんな腹出してさ、こうやって吸って待ってるんだよ。これでパーティー行くと、あとゆっくり立って、もうデブだからね、ゆっくり立ってきて一人5ドルかなんか言われるんだね。でお金払ったんだよ。だからそのおじさんが俺のお母さんの顔見て、あんたの奥さんかってうちの親父に聞くんだよね。で親父が Yes, my wife って言ったら、Where is she from?どこから来たの？で親父が Japan。 それから考えて、フェーナー、外国人ってね、テキサスの名前のフェーナーっていう。でもテキサスの60年代のその時期は日本人のことを好きな時代だったのね。なぜかというと、第二戦争の時にヨーロッパでテキサスの軍隊の一部がドイツで全滅になるようになってたんで、もう逃げられなくて、そこに助けに来たのが442っていう日系人のアメリカ軍隊だったので、彼らは自分たちの仲間がほとんど亡くなってテキサスの人たちを助けたんだよ。それはテキサスのその時代のテキサスの人にはみんなその話があったから、ジャパニーズはバッドじゃなかったのね、よかった。でこの親父がこのお母さん見て、あ、フェーナー、これでうちの親父の英語がテキサスの訛りじゃないから、うちの親父に向いて、
あんたどっから来たのよ。Where are you from? 親父が、シカゴって言ったの。俺はそのテキサスの人は、ah, You're a foreigner too. お前も外人だって。だからテキサスの人にとっては、日本もシカゴも同じだったんだよね。両方も外人。And 俺たちは、その恐竜の足跡を見に行ってきました。でも、Friendly old redneck. Hey, lazy days! 登録お願いします。